横浜港未来21像のビパーク像の美貌派邸突端から見た像のビパーク像のビパークは神奈川県横浜市中区海岸通り一丁目にある公園で横浜港発祥の地である横浜港未来21地区計画の3外区にあたる像の花は場を明治中期の形状に復元し横浜港開港150周年となる2009年6月2日に 開園した。なお、今後も、山下林港線プロムナードの一部撤去など、周辺の整備等が行われる予定である。日本海軍水路量作成会図、武蔵国横浜の一部観光。図の中心からやや右下に二つの旗場が確認できる。右上の旗場が、象の花。施設の位置などについては、横浜市港湾局の パーク施設案内リーフレットを参照。整備時に移行が発見され、保存されている。以下の3カ所がある。東公園は、クイーンの塔、ジャックの塔、キングの塔の横浜3塔が一望できる数少ないスポットの一つである。東公園を中心として、横浜都心林海部で毎年10月から11月頃に開催されている。 イルミネーションイベント。2010年にゾウノビテラスにおける夜景開発プロジェクトとしてスタートし、翌年よりスマートイルミネーションに横浜としてゾウノビ地区以外の臨海部にもエリアを拡大して開催されている。LED 照明などの省エネルギー技術を活用するとともに、これまでにない幻想的な夜景の創造を試みるアートイベントとなっている。ありがとうございます。